皆さんこんばんは。トルコ在住の野中郁美です。今日は、今アンタリアで、私たちがアイスクリームというとここしか来ないんですけども、ドンドルマドゥッカンというところに来ています。ここのアイスクリームは季節ごとにいろんな素材が変わって、だいたい通常そうですね20種類ぐらいいつもあるんですけれども、例えば夏だとスイカとメロンとか、今現在ですね10月入ったとこなんですけど、メロンもちろんありますね。あとイチジクとかコルクっていうちょっとブドウの若いものとか、あとレモン、あとソーダ、それから桃ですね、さくらんぼ、それからあとサボテンの実、あとはねカシューナッツですねとか、あとまあ基本的な、ミルクとかもあります。チョコレートもあります。あとはさくらんぼ、あとオレオとかね、いろんな素材で、なるべくこうナチュラルに近い状態のアイスクリームを作っているところです。で、ここワンスクープが、2.5 トルコリラ、今の大体のレートでいうと、まあ、30円から35円くらいですかね。小さいんですけれども、それなりにボリュームあります。大体1つ食べる方いなくて3スクープもしくは5、好みでね10でも20でも好きなだけ頼むことができるんです。で私は今日はカシューナッツとコルクというブドウ、そしてあとメロンですね、その3種類を頼んでみました。はい、私は3スクープ、今日はお願いしました。これカップもしくはコーンで来るんですけども、今日はカップでお願いしました。まずこれですね、何でしょう。これはちょっと酸っぱいコルクというブドウの若い実ですね。コルクです、でこれ、これカシューナッツ、なんかちょっとどんな味か想像できないですよね。これ本当にちゃんとカシューナッツが入ったアイスクリームです。面白い味、ちゃんとカシューナッツのパーツも入ってます。これはいつものメロンですね。メロンはなんとなく想像できるかと思います。おいしい。これが5個以上のカップです。このうっさんのねカップ、かわいいでしょ。で何が入ってるかというと、この白いのがソーダで、これビシュネですからさくらんぼですね。でこちらに、シェフターリ桃です。でその下にも3つほど入って、これは6種類の、アイスクリーム盛り合わせです。ワンスクープが 2.5 リラなので6個頼むと15リラ、15リラでだいたい200円ぐらいですね。高いのか安いのかはそれぞれの感覚によるかと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。アンタリアの夏ちょっと過ぎちゃいましたけれども、まだ暖かい時期ですね。それの夜の過ごし方です。よかったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。また次回お会いする時まで、さようなら。